語り場チャンネル。こんにちは、語り場チャンネルです。本日はオープン戦が、全日程終了したので、オープン戦の順位を踏まえて、セリーグとパリーグの、順位をちょっとだけ修正しようと思います。まずはオープン戦の順位ですね。バーン。はい。データはどこでも見れるんですけど、今回は1位がオープン戦がね、中日とソフトバンクということで、ソフトバンクは分かるんですけど、中日がすごい、素晴らしかったですね。はい。で、我がヤクルトが3位に入りました。素晴らしい。で、予想が入れたのが楽天、こちらが4位なんで、貯金3ですよね。あとはって感じなんですけど、ちょっと阪神とロッテが予想外すぎる感じで全然勝てなかったんで、この辺も踏まえて、ちょっとセ・リーグとパ・リーグの順位を修正してみたいと思います。ちなみにセ・リーグだけパ・リーグだけで、オープン戦の順位を見たらこんな感じでした。はい。なのでこれを踏まえてちょっとやっていきたいと思います。それではオープン戦の結果を踏まえて修正した順位がこちらです。じゃーん。まず元々の予想ですね。こちらが、セ・リーグだとヤクルト、阪神、巨人、広島、DeNA、中日、パ・リーグだとソフトバンク、オリックス、西武、ロッテ、日ハム、楽天という予想だったんですけど、オープン戦の順位を踏まえてちょっと上下させた結果、こちらですね。まず優勝がヤクルト、2位が巨人ですね。で、3位にちょっと阪神が落ちたって感じですね。で、4位中日が急浮上しました。で、5位が広島で、6位が、DeNA ですね。で、パ・リーグの方が、上位3チームは変わらないですね。ソフトバンク、オリックス、西武で、ロッテが落ちることによって自動的に日ハムと楽天が上がったって感じですね。はい。こんな予想になりました。ざっくり、ヤクルトに関してはファンだから当然優勝予想してるんですけど、若干というかかなりの不安要素としては、ちょっと故障者が今年も、春先から多いと、いうのが非常に不安なんですけど、外国人のサイスニードとヤフーレが先発で頑張ってくれて、で吉村君が、ローテで、ちゃんと入ってくれそうなんで、表の3枚はとりあえず開幕戦から3枚は入るかなということですね。だから裏ローテが、ケケと小沢君とカツオさんがとりあえず投げて、でカツオさん休ませながら、他の選手も、使っていく感じですよね。でライアンに関しては、4月入ってから復活はできるだろうってことなんで、どっかには入っていく感じかなって感じですね。奥川さんに関しては、ちょっとゆったり、無理させずに、調整していく流れになると思います。なのでヤクルトは、引き続き首位予想ですね。で2位の巨人は、やっぱり若手企業が増えてくるかなって感じなんで、あとは外国人がね、かなり補強してますし、中継ぎも、しっかり補強ポイントできてるんで、このまま2位予想でやっていきます。で阪神が、ちょっとオープン戦がね成績が振るわなかった感じですね。やっぱり去年の優勝チームは、なかなかこう2年連続連覇できないという阪神のジンクスが、今年も降りかかってきそうな感じなんで、 A クラスにはギリ入るけど優勝はちょっと厳しいかなっていう予想になってます。ピッチャーはめちゃくちゃいいんですけどね、ちょっと野手がちょっと不安定な感じなんで、そこですね。で中日はやっぱり、打撃の方がちょっとやっぱ補強できてるんで、でピッチャーはもう申し分ないぐらい揃ってますし、オープン戦であれだけ、接戦をものにできる感じになってますんで、ここでちょっと順位上げて4位予想ですね。
で、まあ、広島は広島でいい部分がちょっとまだ見えてこないかなって感じですね。まあ、横浜に関しては、やはりバウアーはダメっぽいんで、今永君とバウアーが抜けた穴を先発陣が埋めれるかなっていうと、やっぱ厳しいかなということで、ちょっと DeNA はね、渡来君がすごい、オープン戦で首位打者取ったんで、まあ、外野のルーキーとしてはかなり期待できるんですけど、まあ、それでもねルーキーにそんな、1年通してバリバリ働けるとはちょっと思えないんで、まあ、DeNA 的には、まあ、今年は申し訳ないけど最下位予想とさせてもらいました。で、パリーグに関しては、まあ、前回の動画でも言いましたけど、ソフトバンクがやっぱりね山川も補強したんで、ちょっとやっぱお金に物を言わせてねいっぱい取ってますんで、まあ、戦力は十二分にあるという状態ですね。でオリックスは、まあ、山下俊平太君が1年間しっかりローテ守れればって感じの2位ですね。やっぱ、貯金稼げた先発2人が抜けてるんで、そこをしっかり補えるかどうかですね。まあ、打線に関しては西川君が加入したことによって相当、強い打線にはなってますんで、まあまあまあ言うてパリーグ3連覇ですから、しっかり2位には食い込んでくるかなと思ってます。で西武に関してもピッチャー陣はしっかり揃ってますね。ただ野手陣が、やはりちょっと不安な感じはしますね。なので、まあ、接戦でしっかりものにできるかどうかが、A クラスに入れるかどうかのポイントかなと思っております。でやっぱ日ハムはねちょっと若手がすごい頑張ってきているんで、新庄監督も、もうそろそろ結果がね出てくると思いますんで、まあ、4位予想ですね。で楽天に関しては、まあ、先発陣の高齢化っていう話、自分もしちゃったんですけど、まあまあ若手の先発ローテもしっかり、出てくるのかなって感じなんで、まあまあ前回の6位予想からはちょっとワンランク上がって5位予想でちょっと見てみました。でロッテがちょっとオープン戦がちょっとひどすぎた感じですね。まあ、外人のポランコと、外がどれぐらい打てるかですね。ホームラン、それによって、まあ、ロッテ頑張れるかどうかですね。まあ、佐々木朗希くんと種市くんが頑張って、踏ん張るとは思いますけど、まあ、他がパッとしなかったらちょっと厳しいかなって感じですね。オープン戦のデータ見ると、ちょっとロッテも厳しいかなって感じですね。ただまあ佐々木くんがねちょっとメジャー行きたいんだったらロッテ優勝させるぐらいの勢い見せないと、なかなかね気持ちよくメジャーに行けないんじゃないかなと思いますんで、まあ、佐々木くんがいるうちにロッテとしては優勝しとかなきゃいけないんですけど、まあちょっと戦力的には厳しいかなっていう、佐々木くんだけじゃ優勝できないんで、こんな予想になっております。はい、まあこんな感じで、ちょっと開幕、今週末からプロ野球ついに開幕なんで、皆さんね楽しみに、野球楽しみに生きていきましょう。はい、今回の動画はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。